はい、ございます。本日は ZRX1200R 乗っていこうかなと思います。作業内容ですけどもね、いっぱいやりましたということです。はい、まあちょっとね、これの少し前に動画が上がってるんでよかったらチェックしてみてくださいということですね。前前では100万円 ZRX という名称で、この車両は呼ばれてましたということで前回り行きます。よいしょ。これですね。ビトの、マグタンですね。JB パワーの、まあマグネシウムホイールですね。で、ブレンバの 40mm ピッチとサポートで、フォークが、ハイパープロですね。はい、これね、まあ、オーバーホール出したんですけど、バージョン1っていうやつやったんですよね。でこれバージョン 1.2 っていうのにアップデートしましたという感じです。で、これがポッシュの 3D フェンダーで、ナイトロノーブレストかなの、スタビライザーついてます。で、これのねバンドが当たるんでちょっとここだけカットして、ここね全部落とすか悩んだんですけどね、なんか寂しかったんですよね、イメージすると。だからちょっと当たるとこだけ切りゃいいかなっていう感じでいきました。はい、で、これですね、ビキニカウルに、ルーバーですね。で、これは両面テープとか接着剤使わずに、固定してガチガチになってます。はい、あえてね同色は嫌やって言われたんで黒でいきました。はい、で、ガッグですかね。はい、で、アクティブさんのビッグラジエーターとオイルクーラーと。で、結構ね距離的に近いんですよね。フェンダーは当たらないんですけど、ちょっとねカラー足して後ろにしました。だから250キロぐらい出してブレーキしたら当たるかもしれないですけど、ゼンマイ調べではおそらく当たらないかなっていう感じはしましたということです。はい、で、オーバーの、サブフレームブラックですね、いいと思います。で、同じくこっちのスライダーついてるかな、うん、っていう感じもつけさせていただいて、メインディッシュはねこやつじゃないでしょうかね、吉村の FCRMJN ということで、まあ中の作りもね僕ちょっとこれ今回初めてやらせてもらったんですけど、あ、なるほどなっていうことはいろいろ思いましたかね。はい、で、ブリーザー変えてキャッチタンクと小物入れも一緒についてますと。救急車ですね。何もなければいいと思います。で、ステップがコーラスですね。で、リアマスターがブレンボ入れました。で、これですね、オーリンズのリアショックで、黄色のね、スプリングだったと思うんですけど、仕様変更でブラックに変えて新品スプリング入れましたんで、この色のハゲもなくなって綺麗になってるかなって思います。はい、で、マフラー行きましょうかね。マーベリックのサイレンサーで、液パイが野島かな、このトルネードのやつになってるかと思います。はい、で、スイングアームがオーバーレーシングプロジェクトと、タイプ Q だったかな、ごめんなさい、忘れました。で、ブレンボのキャリパーとアクティブのサポート。で、ブレーキオスの取り回しもね、こんな感じでインに入れましたという感じです。で、同時にね、このコアスのフェンダー、リアフェンダーを一緒に行ってたんですけど、オーバーのスイングアームに全然つかないんですよね。だから、加工しました。うん。これ本来タイラップ止めなんですよ。でも、見てもらったら、こう、ちょっとここと、こうボルトでね、許可を取らずにいきなり穴開けてタップ立てましたということで、まあ、後ろからのショットもね綺麗に撮れてるから、わりかし後ろは頑張ったかなっていう感じですかね。はい、まあちょっと紹介でね100万円分っていう風にやらせてもらったんですけど、ちょっとね一個一個やるとすごい長いんで、まあざっとこんな感じになって、どうでしょうね、ビフォーアフターと比べたらかなりカスタム感出たんじゃないでしょうかね。すごいね、実物すごいこうブラックのパーツで固められてね、オーラすごいあるので、すごいカスタム車だとは思いますが、強いて言うならどこなんでしょうね、ステムとブレーキローターぐらいかな、変わってないの。まあもうちょっとだけ余力を残しつつということで、まあ今日のメインはねこの FCR の MJN がどんな感じなんかなという感じなんで、早速乗っていこうかなと思います。はい、じゃあエンジンかけていきたいと思います。あー、ちょっと緊張しますね。まあ軽くちょっと暖気はしましたけど、さあどんなもんかな。63度ですか、いいんじゃないですか。はい、じゃあ行きます。さあちょっとね雨予報の感じが出てたんですが、なんとか曇りということで良かったですと。さあ行けるかな。 ZRX はなんか乗るの久しぶりかな。ダイブはね何回かあったんですけど、この 1200R としてはなんかちょっと久しぶりな感じがします。で、今回ね車両もパリッとやらせてもらったし、まあ、ほとんどね分解箇所が多かったので、すごいねこうフレッシュな乗り味になってると思いますし、まあもちろんさっき言った FCR も気になるところなんで、これでいこうかな。いきまーす。はい、よいしょ。はい、シールドしまーす。さあ 1200R ですね、行ってみたいと思います。まあ FCR ですよね、この
ュアルスタックハンドルっていうのってすごい高いんですよね。このエプシャル自体が、ボディとこのデュアルスタック仕様込みで27万7千円だったかな、なんかそれぐらいするんです。で、単品でね、ビト R&D からキャブレターを買えば、20万円ぐらい、だから実質7万円ぐらい高いんですけど、まあその辺はどうかなっていうのも一つあります。はい、信号待ちなんでね、ハンドル周り見ていこうかなと思います。ブレーキが RCS の19倍で、左がね、で前回の動画でも言ったんですけど19と言ってたんですけど16に変えたんでちゃんと軽くなりましたと。でこれがダイグのスイッチボックスで、ここ綺麗になってます。で、マジカルのカーボンミラーで、これですね、ブレンボのチビタンクでポッシュのステだから、ここを対象に、同じ生え方しててホースも出てるということですから、ちょっと後ろ下がりますけど、わかるかな、高さがねやっぱり一緒なんで同じ見える位置ですからね、そこも綺麗にできたかなって思います。で、アクティブさんの、タイプ3にステンで、ドミノグリップと緑のポッシュのバーエンドとなってますんで、いきます。さあ、この短時間でシールドが曇りましたんで一回開けます。よいしょ、はい、さあ左曲がっていきますかね。はい、さあ FCR MJN のね話をメインでいきたいんですけれども、まあそうですね、 FCN というニードル、と、ファンネルですよね。吉村のホームページにはいいことはやっぱり書いてあるんですけど、セッティングとしてはやっぱり普通の針の方がやりやすいなっていう印象は正直受けましたね。で ZRX の1200のエンジンで、まあ、TMR MJN の時もそうなんですけれども、結構ね、やっぱり針の段数を変えにくいかなっていうのがあったので、ちょっとセッティングとしては難しかった。ちょっとガソリンコックね見てなかったですね。あ、そうですね、大丈夫ですね。はい、になってます。で、シールド閉めます。で、やっぱりこう低速のところと中速のところから吸うからアルファ波が入って吸い込みがみたいなのがホームページに書いてあったんですけど、まあ、これによって馬力が上がるかどうかって言われたらちょっとわからないですね。はい、じゃあそこは実際どうなんでしょうね。うん、思い出しました、燃料入ってないですよね。ちょっと燃料入れます。そうなんですよね、ちょっと初めてですね、ガソスタによるっていうね。はい、というわけですいません、ちょっと燃料入れたいと思います。はい、行きます。そうですね、手洗い洗車っていいですよね。僕もやってほしいです。いくらするんでしょうね。はい、行きます。そうですね、カツカツ燃料なかったんでね、ちょっと危なかったですね。お、いい感じですね。行きます。よいしょ、シェルド閉めます。さあ FCR の話に戻ります。ニードルの段数が、確か3段が初期の設定なんですけれども、一応ね2段を試してみました。で、2段と3段両方いいところ悪いところがあってすごい悩んだんですけれども、3段にすると、アクセル回路の、ちょっとハーフというか 20% ぐらいのところが、結構ね濃かったんですよね。でこれが今僕がビューと言ってるのが、まあ10% ぐらいなんですけど、この20もうちょっと空いたらこれぐらい、結構巡航で使うアクセル回路のところが濃かったんで、それだったら燃費がすごい悪いかなと思ってちょっと2段に変えてみました。で、2段にするデメリットっていうのが、このアクセルのポンと開けたところが、ちょっと薄かったんですよね。なのでそれを、段数を変えたことによって薄くなるところを、別のところで補ってみました。で、それが、入り口のここね、ここの薄いところが、乗っててまず、不愉快がないかというところです。それでなかったんであればこっちの2段の方が、パーシャルじゃない、ごめんなさい、20% のアクセルの、空燃費っていうのがすごい濃くならずにいけたんで、まあ燃費もいいでしょうし、まあ伸び的にもねシュッと出てくれるような、感じのフィーリングで取れるかなと思ったので、ちょっと怖いんですけどね2段にしてみました。まあこれで1年いければねその2段のままいけてもらったらいいんですけど、まあ薄くなる、パーシャルが薄くなるっていうのが今一番の、不安材料になってます。ですから、普通に乗っててアクセルの開け始めがポンと、問題なく出てくれるんであればもうこのまま1年間行ってもらったらいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあどうしてもね MJN、針に穴が容器開いてますから、良くも悪くもねガソリン噴射がめっちゃするんですよ。
ですからこのどっちか10か20どっちかが激薄になったり激濃いになったりしちゃいます。これはもう構造上仕方がないんじゃないかなって思いますけどもね、うん、でもその中でも、このエンジンって、まあ、さっきも軽く触れましたけど、ミクニの MJN でも結構セッティング出しやすかったりしますからね、うん、だからその辺は優秀なんかなっていうのと、結構ねジェットがでっかいの入るんですよね MJN ってなんか傾向で、うん、でもやっぱこうちょっとのパーシャルですごい燃料出るからトータルで見たらもしかしたら MJN の方が燃費がいいのかもわからないです、はい、だからデュアルスタックの、要は有無これがあることによってどうとかとかっていうのはちょっと私にはわからないですけれども、まあ非常に見た目がかっこいいっていうのもねオートバイは重要な要素ですから、これ左曲がります。さあどうでしょう。あそうですね、めっちゃ曲がりやすいですね。軽いですね単純に。あのねマグネシウムホイールついた ZRX 多分初めて乗りましたね今考えたら。僕、GSX-R 乗ってるんですけどそれ尾藤さんのマグネシウムホイールつけてるんですけれども、まあ、それでサーキットは走り慣れてはいますけどやっぱりねアルミと比べたら一味違うんですよね。やっぱ軽いで特に今フロントから入る感じがすごいしたのでこうクイックにいけるというかそんな感じ受けましたかね。あ普通に軽いしセッティングも出てるんじゃないですかね。このパーシャルのところも全然こうなんて言ったらいいかな、入力が一番不安なんですよ。だからこれオフにしてでしょ。オフにしてこうピッと開けてここがシャーシ上では結構薄かったんです。だからすごいこう街中で不愉快な面出たら嫌だなと思って今水温が74度ですか。この74度ぐらいでこう当てとちょっと強めもちゃんと出てくるでしょうかね。前行くんで不具合というのはないから、段数でいうとこの2段っていうのをチョイスして、まあ、正解だったんじゃないかなと思います。でちょっと今日も朝、軽く寒かったですけどセル一発で加速ポンプ煽ることもなく普通にかかりましたから、セッティング自体は問題ないかなっていう感じがしますかね。ただやっぱりねこういうパーツがつくとグワッと開けちゃいたくなりますよね、うん、まあそこはグッとこらえてあとはオーナー様にね、全てを丸投げするということにはなってるんですけれどもで止まりますと、ハンドル周りの続きいきますかね、はい。燃料が満タンになりました。これはゼンマイが優しいなっていうポイントなのと、吉村の、テンプメーターは奥にセットしてそのちょっと右に ETC を、2.0 かなつけてます。で、あれもねちょっとね大きいからねつけにくかったんですけどこのインナーの黒いダクトに穴開けてステー伸ばして ETC 固定しました。だからパッと見かっこいいでしょ。こう貼り付けがねどうしても剥がれたりっていうのも嫌やったし綺麗につけれたかなって思います。でこれが EL メーターですね、はい。でノーマルのタコメーターってね実はこのレブのところがこう三角引いててここちょっと赤いんですよ。だからこいつそのまま貼るとここの穴にね赤いのがちょっとだけ漏れるんですよね。でそれがかっこ悪いからテープを貼ってわからないようにしてみましたっていう感じです。でここにねダイヤルがあるんですけどこれでこうちょっとわかりにくいですけどね、はい行きます。前全く見てませんでしたね、はい。あごめんなさい、マツダのね車に抜かれてしまいましたね、はい。そうですよね、なんかあの人なんかしてはるわと思って気遣っていただいたんでしょうかね。前見てなくて申し訳なかったです、はい。 EL メーターにね夢中になったらダメですよということで自分に一つカツを入れておきたいと思います、はい。で、かなりね軽量化されてますんで、フロントフォークですね、バージョン 1.2 になって減衰の幅が増えたんですよね。それとなんか説明を見たんですけど人間が測り、感じにくいところも何やったかな、調整をうんたらかんたらこれ全然説明になってないんですけどそっちはどうか分かんないですけど単純に減衰の幅増えたっていうのはでかいですよね、うん。あ止まりもねいいですよ、うん。あこのなんていうかな僕のこうフロントフォークの入る好きな入り方っていうかシューッとこう沈んでるのが分かりやすいというかかといってこう頼りないフロントフォークではないのでハイパープロね初めてですね。これもよく考えたらすごい乗りやすいな。でもやっぱりあの何回も言うんですけどこのフロントフォークもリアショックもその硬さ柔らかさってどの一機で乗るかによって合わせるしかないんですよね。だからこれが今5、60キロぐらいで乗ってブレーキしてたら、まあ、大体のサスって別にそんなによほどじゃない限りは、嫌な印象って受けないかなって思います。でもこれがサーキットになってね150キロとか200何キロからブレーキングして曲げるのとではやっぱりちょっとフィーリング好きな、好みなものっていうのが変わってくるのでそこはねよくこう速度あでも曲がりやすいですね。なんかキュッて入りますよね、うん。すごいこうオーバーのスイングアーム、まあ、毎回言うんですけどオーバーのスイングアームがどうっていうのは僕には分からないですね。やっぱりこれだけで言うと、はい、普通にこうひょっと軽く入れるような感じですかね。
なかなかお金がかかってますからね。見た目もかっこいいですし、すごい仕上がりがいいんじゃないかなって思いますですね。なかなかクラッチもね、やっぱ19から16に変えてよかったですね。うん、あ、そうだ、馬力の話なかったですね。一応これ130馬力でした。130か131かどっちか忘れましたけど、まあ、ZRX でね、一つの目標は130馬力なんかな。だいたい125馬力とかその辺になること多いかもしれないですけど、なんとか130に伸ばすことができましたっていう感じですかね。そうですね、なかなかいいフィーリングになってるんじゃないかなと思いますね。帰ってきましたと。さあ、ようけ車止まってますけどね、私入れてくれますかねこれ。はい、大丈夫ですよ。何か荷物を運んでいただいたんでしょうかね。運んでいただいたということは仕事が一つ進むということです。よいしょ。で、帰ってきましたと。はい、到着でございます。よいしょ。さあ、野島マーベリックプラス FCR MJN という音のパッケージですね。迫力あるでしょ。これほんま通報来るじゃない。はい、閉めます。ということで帰ってきました。ね、軽くね言ったんですけど、関東の方に、ご購入いただいて、納車なんですけど、今店内にいらっしゃいますということで、この後ね早速乗ってきてもらおうかなと。国産乗るのがねめっちゃ久しぶりやということなんでね、いきなりこの ZRX 乗れるってなかなかですけどね。まあでも軽いし、すごい乗りやすいですからね、いきなりね乗り換えてもアジャストできるぐらい、性能は仕上がってますから、早速ねちょっと乗っていただいて、どんなリアクションするのかねめっちゃ楽しみですけど、オーナー様に、ちょっと乗っていただいて OK だったら、納車っていうか、まあね、あかんかったら、ね、納車できないですけどね、まあちょっと乗っていただいてという感じになっております。はい、ということで楽しかったです。ありがとうございました。